さあ撮っていきましょう。ここは府州別川の堤防淵です。長山からすぐ来れる場所で、実はここ星がですねよく見えるんです。星が見えるという理由わかるでしょうか。農家さんが多い場所なんですね。しかも堤防淵で川があって、光がですね病院が目の前にあるんですけど、10時を超えると明かりが少なくなって、見えやすいんですね、星が。だから私はいつもここに来て星を見ています。今もう月が見えてますよ。大雪山が見えないのが本当残念ですけれども、こうして、見ると本当に、神秘的な場所ですね。人が作り上げた場所で、今まさに目の前で工事がされていて、人が明らかに作っている場所なんですが、でも自然の豊かさってこういううるさい騒動しい中でも静寂を感じることなのかもしれません。ポエムになりました。まあそうなんで失礼いたします。